んです。今回はわかめうどんで有名な大島屋さんに来ております。そして西武座うどん券を使おうと思います。それではこのうどん券を持って店内に入っていこうと思います。すべてのうどんにが練り込み系のそうなんですよ。白はしてないんです。白がないですよね、はい、それに白も一切使ってないんでいろんなことにチャレンジされてますね。そうですね、まあその季節感、まあ、白いうどんはねもう本当に三回でもみんなやってますんでね、はい、もうかなり腕前がすごいですからね僕はまた違う路線の方で、まあ、目で見て楽しんで香りで楽しんで、はい、食感で、はい、あとはもう季節感が分かる音一番、まあ、中心に持っているのがその健康志向系で免疫をどうやって上げるかいうのが、はい、当初のわかめのとこからの題だったんで、はい、でこありがとうございます、はい、はいわかめとイチゴ、イチゴ、今旬のイチゴ、はい、いただきます。うどん来ました。緑色の麺、わかめが練り込まれてます。で、ピンク色、さっきお店の人に聞いてみたら今日はイチゴだそうです。しました。わかめの練り込みとさぬき姫いちごの練り込みの2色堪能しました。美味しかったです。ごちそうさまでした。